群馬県太田市にある新田金山城は、遥か東京スカイツリーまでも望むことができるという絶景ポイントとして有名。また、不落の城とも呼ばれており、試験に落ちない縁起の良い場所として多くの方が訪れています。戦国時代、この城が攻撃されたのはなんと10回以上。しかも攻め込んできたのは上杉謙信や武田勝頼といった大国の戦国大名たちなので、小さな城ならあっという間に落城してしまったことでしょう。しかし、新田金山城はそのすべての攻撃をかわし、一度も落城することなくその歴史を終えました。まさに不落の城です。この城の城主は横瀬氏、新田義貞の流れを組むという古くからの領主です。戦国時代の関東は小田原に本拠を置く北条氏が北に勢力を広げ、それに対抗する越後の上杉謙信が軍勢を送り出すという形で争いが続いていました。横瀬氏はこれら大勢力の間で何とか生き残ろうとうまく立ち回った小さな領主。どちらかに味方しつつも独立状態を保ち、時には北条上杉両家の間を取り持つこともあったようです。横瀬氏は新田金山城の城主として長い間この城を守り抜いたんですね。新田金山城は多くの謎を秘める城でもあります。城内中心部には戦国時代に作られたといわれる奇妙な丸い形をした池が2つもあり、これらの池がなぜこのような形をしているのか、一体何に使われたのかなどと考えていると夜も寝れなくなるほどです。そして最大の謎とされているのが、高く積み上げられた大規模な石垣があること。実は戦国時代の関東地方の城は土塁を用いた土の城ばかりで、こんなに石垣が使われた城は他にはないんです。その理由は、この地方に広がる関東ローム層、これは火山灰が堆積し粘土化したもので、水分を多く含んでいるにもかかわらず頑丈な土層です。これを掘って土塁を築くだけで、一度落ちたら二度と這い上がれない恐怖の防御施設が出来上がるので、わざわざ石を運んできて積み上げる面倒な石垣は必要なかったのです。関東最大の勢力である北条家では資金も人手も余るほどあったのでしょうが、その北条家の城も土の城ばかりでした。新田金山城にこれだけ大規模な石垣が使われているのは本当に不思議なことなんです。さらにこの城の石垣はちょっと変わっていて、垂直に積まれた石の壁のような姿をしています。なんだか城ではなく古代遺跡のような雰囲気もあります。この石垣は一体誰がどのようにして積み上げたのでしょうか。この不思議だらけの新田金山城、実際に現地を訪れて紹介します。なお、新田金山城は太田金山城と呼ばれることもあり、また全国に同じ名前の城がいくつもあるのですが、この動画では以降金山城と呼びますのでご承知ください。金山城は標高235メートルの山の上に築かれ、御城を中心に東西3キロ、南北4キロに広がる大規模な戦国山城です。付近には主要な街道と川を渡る場所があり、それを抑える交通の要衝にありました。おそらくこの辺りに軍を進めるのには城主横瀬氏の協力が必要だったのでしょう。麓に金山城跡ガイダンス施設があり、ここでどのような城だったのか分かるようになっているということだったんですが、残念ながら私が訪れた日は休館日。おしゃれな建物でぜひ入りたかったんですが、しょうがないです。入館料は無料。休館日は月曜日だということなので、チャンスがあれば別日に訪問したいなと思います。ガイダンス施設の近くから城に登る舗装路があり、車なら5分ほど山道を走れば山上の城に行くことができます。あまり広くないくねくね道が続きますが、急な坂を登らなくて済むので大変ありがたいですね。駐車場は金山モータープールと呼ばれ、トイレや展望台があります。ここから徒歩で城を見学することにします。現在金山城の跡は城の中心部に続く西側の尾根部分が特に整備されています。この他にも城に至るルートはいくつかあったようで、そちらも整備が進んだらとても一日では回りきれない規模になるかもしれませんね。今回は西にある見附で丸から城の中心部に向かって歩いていこうと思いますが、分かりやすくするために山城ゾーン、テクニカル防御ゾーン、不思議ゾーン、神社ゾーンの4つに分けて紹介します。
まずは山城ゾーンです。これは見附丸から西矢倉台付近までの戦国時代の山城を感じさせる部分です。見附丸は駐車場から尾根伝いに少し歩いた場所にあります。ここは城の西側を守るための砦なのですが、訪れてみるとその眺望の良さに驚きます。正面に見えるのは太田の町ということですが、その先には関東平野が広がり、地平線まで見えてしまいそうな気がします。車で5分走るだけでこんなに高い場所まで登ってきたんですね。金山城が築かれた山は険しい割に頂上付近には平らな場所が多く、城造りには最高の場所です。また独立峰で周囲に遮るものがないので眺望が良く、城内のあちこちから絶景が望めます。これは敵の接近などをいち早く知る物見に優れていたということになりますね。徐々に整備され大規模な山城となるのですが、そのベースとして城を築くのに適した山の形があったんですね。金山城の中心部分に向かってみます。この城はすごく整備が行き届いており、快適に見学することができます。城内には説明看板があちこちに設置されているんですが、イラストが豊富ですごくわかりやすいんですね。また城の中心に向かう道ですが、比較的平坦でまっすぐに向かうルートと、やや遠回りで高低差はありますが、城の遺構を楽しむことができるルートに分かれており、体調や目的によって選択できるというのも城好きにとってありがたいポイントです。私は今回坂を登って城の遺構を楽しむルートを選択しました。さて、城好きな方ならご存知かと思いますが、特に山城には堀切という防御施設が多く見られます。これは尾根部分を垂直に掘って切れ込みを入れ、通行できないようにしているんですね。金山城にも何本もの堀切があり、中には堀切の底に石を敷いてあるものもあります。これらの堀切内部も整備され、ある程度まで立ち入ることができるようになっているので、とても楽しいです。さて、ここからはテクニカル防御ゾーンです。西の尾根から進んでくる敵兵をあらゆる防御テクニックを使って足止めする施設が並んでいます。そしてここからは金山城の特徴である石垣が出現してきます。ここは物見台下の小口、入り口からは石垣とその上にあったであろう建物などが邪魔して、中の様子が見えないように工夫されています。そしてその手前には堀切があり、上に物見台があります。この堀切は土ではなく岩盤を掘って作ったものです。岩をここまで削るっていうのは相当手間がかかる仕事であり、どうせなら岩があるこんな場所ではなくて他のところに堀切りを設ければよかったのではなんて思うのですが、よく見ればこの辺りにはたくさんの石が顔を覗かせています。実はこの山は岩山で、現地でたくさんの石を手に入れることができました。だから石を調達して運ぶ手間もなく、比較的簡単に石を城作りに使うことができたようなのです。小口の先の道は上にある木橋と下の縦堀に向かって分岐しており、どちらに行ったらよいかなと迷うようになっています。それほど大きな橋ではなく、通路は狭くなっており、攻撃側の兵の足がここで止まってしまうことは確実です。木橋を渡った後も進路が階段と直進に分岐し、ここでも敵兵の動きは止まってしまうでしょう。そして運悪く直進した敵兵の前に現れるのは行き止まりの空間。いやらしい仕掛けですよね。そして攻撃側にとって最悪なのは、このルート全てが上から監視されているということ。石の堀切の上にあった物見台から続く細長い曲輪は敵兵侵入ルートと並行して走り、戸惑う敵兵に対し上から攻撃できるようになっているのです。できればこの辺りの樹木をなくしてしまえばもっと見学しやすいのかなと思ったのですが、どうなのでしょうか。この城の中心に向かって連続するテクニカル防御施設は、新田金山城が不落の城と呼ばれるにふさわしいものと言えますね。現地には説明看板がたくさんありますので、これを見ながら見学すると相当楽しめるゾーンです。テクニカル防御ゾーンの締めは馬場曲輪の先の巨大堀切、城内最大規模の堀切で
西側尾根からの進路を断ち切っています。そしてその下にあるのが不思議な形をした月の池。なぜこんなに高い山の上に豊富な水をたたえた池があるのかということも疑問ですが、さらに不思議なのはその丸い形。戦国時代にこんなおしゃれな池があるはずはなく、復元の時お茶目な職人さんがやってしまったのかなと思ったのですが、これもちゃんと発掘調査に基づいて再現されたものとのこと。横瀬さんには余裕があったのでしょうか。この池が水の確保以外にどのように使われたのかは分かりません。月の池の先に足を進めると、新田金山城で最も有名な場所に出ます。それが城の中心部入り口となる大手小口です。ここから先を不思議ゾーンと呼びますね。足場が悪く岩だらけの山道と細長い廓を通り抜けた先にこんな広い空間があるなんて思わないでしょう。石でできた階段は天に向かって伸びているかのよう。それを囲むように何段もの石の壁が並びます。石の壁と表現してしまうのは石がまっすぐに積まれているから。一般的に城の石垣というのは勾配がついていて、その上に塀や櫓が立っているイメージがありますよね。しかし金山城の石垣は城という感じがせず、古代遺跡のようにも見えます。この石の壁の上にどのような建物があったのかということは私には全く想像できません。この先は一体何を行う空間だったのか、極めて不思議な気分になりました。左の上にある建物は現代のものなのですが、空間が不思議すぎてジブリの世界のようにも見え、違和感を覚えないのは私だけでしょうか。大手小口の先には発掘調査結果をもとに再現された建物があります。これは武器庫と兵の詰め所を兼ねた建物で、屋根の上に石が置いてありますね。かまども再現されており、近くに寄って見学することができます。この上の段にはトイレや自動販売機のある休憩所がありますので、不思議ゾーンの理解に頭を休めるのに使ってください。大手小口から正面に見える大きな木がそびえる石積み。なんだかこの地下に金山城を浮遊させる装置が埋まっているような気もします。この石積みを回避するように進路が左右に分かれており、この辺りが金山城防衛の要だったのだと思います。その先に足を進めると、また頭を悩ませるものが出現します。日の池です。これも先ほどの月の池と同じように丸い形をしています。またここでどうしてこの池は丸い形をしているのだろうかと考えてしまいます。不思議なのは池のそばに2つの井戸があること。池の水と井戸の水を使い分けていたことが考えられます。この日の池では戦いでの勝利や雨乞いなどの儀式が行われていたようで、それを思わす出土品があったそうです。きっと城内でも神聖な場所であり、城主横瀬氏はその儀式について重要な役割を持っていたのかもしれません。もしかすると宗教指導者のような一面があり、寺院などにあった石積みと築城を独自に結びつけ、このような不思議な城が出来上がったと。これはあくまでも私の想像です。実際には金山城の石垣は何度も改修が行われたことが分かっており、最後の数年間は北条氏の持ち城となり、他の城と共通する石積みがあったことが確認されています。しかし時代の特定に至っていないことから何とも言えないんですね。ただ戦国時代の関東にも石垣の城があり、そしてそれを実現させる豊富な石がこの山にはあったのです。日の池の先が神社ゾーン、御城と呼ばれる城の本丸部分です。きつい階段を登った最高所には新田神社があります。この神社は南北朝時代の武将新田義貞を祀っているんですが、横瀬氏は新田義貞の直系であるとされているんですね。明治になって建てられたもので、御朱印などが用意されています。この神社の裏手に昔の姿のまま残る金山城の石垣があるということなので行ってみましょう。暗い森の中に確かに石垣が残っています。
きっと一部だと思うので規模は分かりませんが、このような石垣が神社のある高台の周りを巡っていたのでしょう。こうして見ると再現された石垣とはちょっと雰囲気が違いますよね。400年以上前の金山城はきっとこんな感じの石垣でできていたのです。遺構を再現するというのはとんでもなく難しいこと、いろいろな意見がありそうです。それでも発掘調査をして失われた部分を作り直してもらうことで、私たちは城の様子をより分かりやすく知ることができます。感謝ですね。関東では珍しい石垣でできた金山城、いかがでしたでしょうか。金山城は北条家滅亡時に廃城となったのですが、その時この城を摂取したのは豊臣家の武将前田利家の軍だったそうです。その時利家がこの城の不思議ゾーンまで足を運んだのかどうかは分かりませんが、この城を見た豊臣の武将がどのように思ったのか非常に興味が湧くところであります。